ここに吹いています2コーナーの奥芝のシュート13番ドロップが最後に向かっていきます収まって全場ゲートの中スタートしましたポント12番ピーラブゼアが一番いいスタートを切ってそのまま前に出て行こうとしますが内から3番タガノアミカル スタートに足元変わって3番タガのアミカルわずかに出ていきました外2番手12番ビーラブゼアーです3番手外から10番ランランガールが追い上げて前を 伺います。間から7番ブリリアントスピカ4頭が横に広がりましたこの1馬身半後ろから2番の稲妻ズマホリデその後ろに5番のミスティカ1番福のパピオン中段で続いていますその後は3馬身ぐらい焼いて6番アンディー・ベイビー中段からの追走この後ろに9番ビー・スピリットが行って11番の名勝・コフで3コーラーをカーブしていきます前半636秒9です2馬身ぐらい焼いて8番名勝・ノアキ4番・リキア・マロンが続いていって34コーラー中間1頭かなり離れて 13番ドロップ最高峰となっています4コーナーへと向かっていきます 先頭3番、多賀のアミかルですがリードがなくなってすっと外から12番、ビー・ラブゼアー接近外から動いていく7番、ブリリアント・スピカにランラン・ガール4頭が一段です4コーナーカーブこれらの外から5番、ミスティカも押し上げて4コーナーから直線広がった追い比べ7番のブリリアント・スピカわずか抜け出しを分かるところ外から10番、ランラン・ガールがこれを捉えにいく内からは12番のビー・ラブゼアー200を切っての追い比べ外からは5番のミスティカ1番、福のパピオンも伸びてくるが外から5番のミスティカの伸びしがいいか内は抵抗 番ラランランガールですが外から捉えて5番のミスティカミスティカがゴールインわずかに5番ミスティカ最後捉えているか10番ランランガール間迫って1番服のパピオン3頭も釣れましたがわずかに5番のミスティカ競り勝ったように見えます10番ランランガールこの2頭の間を狙って1番の服のパピオンも最後差を詰めています 勝ちタイム1分26秒9上がりタイムゴールまでの8 0 0ルは50秒0 6 0 0ルは37秒1です最後首の上げ下げになりましたが5番のミスティカ首一つ先んじてゴールに入っています1着この内から抵抗10番ランランガールですが2着 2頭の間、差を詰めてきた1番、福野パピオン3番手の体勢4番手、最内に12番、ビーラブゼア。